信州大学農学部は中央自動車道伊那インターから徒歩15分の好立地にキャンパスがあります。農学部にはこのキャンパスを含め4カ所に農場や演習林があり、豊かな自然環境の中で動物生産や園芸作物の栽培、植林などといった実際のフィールド実習と室内の実験、演習を連動させた特徴ある教育研究活動が行われています。農学部には農学生命科学科のもと、生命機能科学コース、動物資源生命科学コース、植物資源科学コース、森林環境共生学コースの4つのコースがあります。農学および生命科学に関する広い知識や技術、専門的な知識、研究能力を養成し、広い視野と能力を持った人材の育成をしています。7月29日、農学部のオープンキャンパスが行われ、県内外から多くの高校生やその保護者などが会場を訪れました。学部紹介では、農学部の藤田智之学部長が農学部の魅力や農学の今後の可能性などについて話していました。信州大学農学部は3年前、これまでの3学科から農学生命科学科1学科4コースに衣替えをしました。農学で扱う生物をそれぞれ遺伝子レベル、また物質レベルから細胞、個体、さらには集団、生態系まで幅広く学んでほしいという理由からです。そのために生命というキーワードを新たに加えております。詳しくはコース紹介等で聞いていただけると思いますけれども、そういった生命を基礎とした農学を存分に今日は味わっていただきたいと思っています。続いて学部学科の概要や4つあるコースの特色、カリキュラムの説明が行われました。生命機能科学コースですけども、このコースの概要としましては、生命現象に学ぶ生物機能教育の基本理念とし、安心安全な生物資源を発掘開発しようとしています。で、動物資源生命科学コースは、動物資源と生命に関する科学の基礎から応用までを体系的に学習しながら科学的な思考力を身につけます。植物資源科学コースは、環境に調和した持続的かつ高度な生産システムの実現に向けて、農業生産の基盤となる植物資源を農学的、生命科学的視点で捉え、フィールドとラボと両面から教育研究を行います。から森林環境共生学コースというのは、山岳森林域から里山居住域に至る自然環境と人間との共生関係を科学的に俯瞰して、森林科学から防災工学および農村緑地計画の基礎から応用にわたる教育研究を行っています。保護者説明会では、それぞれのコースの説明のほか、主な就職先や学費についての説明が行われました。高校卒業してここに来ますと、このキャンパスで成人を迎えます。で、その後社会に出ていきますが、非常に重要な時期をここで過ごしていくということで、社会人になるため の、常識となる部分であるとかですね、社会で通用する人の育成をしていきたいというものが、この農学部の、育て育成したい人材像となります。各コースではコース紹介、体験講義、オープンラボなどの企画が行われ、参加者はそれぞれ自由に興味のある企画を回っていました。それでは各コースの様子を見ていきましょう。生命機能科学コースです。コースの紹介に続き、細見助教による体験講義が行われました。酵母の研究というのはあまり皆さん知らなかったみたいなんですけども、最初は酵母で始まって、
で、まあ、人の細胞でも起こっているとか、まあ、寿命に関係するんじゃないかとか、それこそ病気に関係するんじゃないかということがどんどん明らかになってきました、ここ数年です。さて、酵母で生産されているタンパク質、 B 型肝炎ワクチンとかインスリン、グルカゴン、HPV ワクチンなどが酵母で作られています。昔インスリン、糖尿病とかの病気の方に、牛とか豚かなから取ってきたインスリンを注射してました。で、この場合は酵母で、そのタンパク質を作らせてお薬とするっていう話です。動物資源生命科学コースです。コースの紹介に続き、渡辺助教による体験講義が行われました。テーマは食肉の美味しさの科学です。鶏肉に至ってはどうでしょうか。国内自給率だけで見ると 4% も下がっている。ただ生産量で見たらどうでしょうか。国内生産量は増えてるんです。だその分だけ輸入品も増えてる。ブラジルとか最近多いですけど、で、日本人の消費も増えてる。その結果として自給率としてはこういうふうに反映されてるんだということになります。ですからこの自給率だけ見て、鶏肉の農家が減ってるっていうのは一概には言えないっていうことが分かってくるかと思います。こういった基礎的なものをちゃんと正しい知識、自分で調べてねっていうことを学生には伝えています。植物資源科学コースです。コースの紹介に続き、北村助教による体験講義が行われました。テーマは身近な植物で観察できる現象と園芸生産への応用の可能性です。こういう斑入りの植物を見てみると、例えばこれ覆輪って言ってですね、葉っぱのこの周辺部分の色だけが、こう緑色じゃないというか変わった色をしている、まあ、今のこれ、まあ、これもホスタ、ギボウシですけども、このホスタの場合は要は L1 層の色だけが抜けていて、 L2、L3、まあ、L3 はほとんどありませんが L2 層が緑色をしているということなんですよね。要はこのギボウシの場合は、植物体全体がですね、L1 層は葉緑体を作ることができない細胞からできていて、 L2、L3 は葉緑体を作ることができる、まあ、一般的な植物の細胞からできている。森林環境共生学コースです。コースの紹介に続き、加藤教授による体験講義が行われました。テーマはドローンで森を精密計測です。これ私どもドローンレーザーです。フランスのベンチャー会社が開発したレーザーにドローンをつけて、で実際の現場で運用してやっているというものです。レーザーを照射して跳ね返ってくる、でその時間差で高さを捉えます。このレーザーの素晴らしいところは、レーザーポインターもそうですけど、透過して刃を下の地面も取れるんですね。したがって上の表層と地面を差を取ることで、この高さ、樹高も取れるんです。課外活動紹介と学生による生活相談のコーナーが設けられ、学生スタッフがサークル活動を紹介したり個別相談に答えたりしていました。信州大学農学部は自然と一体となった大学で、都会の大学では体験できないようないろいろな体験が毎日できます。ぜひ信州大学農学部にお越しください。ここの広大な圃場で実際に植物に触れるっていうのがすごく楽しいです。たくさんの自然の中から自分で楽しいことを見つけて一緒に勉強していきましょう。信州大学農学部では、自然と人が共生する持続的社会の創造を目指す人を求めています。生命科学の視座を踏まえて、生物の機能と生命現象の解明、食と健康、持続可能な農林畜産業の発展、森林と田園環境の保全などに関わる課題探究に意欲的に取り組み、社会に貢献する熱意ある人を歓迎します。信州の自然あふれる環境の中で、フィールドに根ざした食と緑を科学しましょう。